坂の推進ですね。こちらをまず当社が率先してやって、それをお客様に広げていく、これをやっていきたいです。もう一つですね、やはりデジタルが重視されるんですが、その中でもリアルの、ね、価値というものがますます上がっていくと思いますので、対面での価値、これもですね高めていきたいと、こういうふうに考えています。コロナ禍は変化の時代だと思います。この変化の時代に求められるものこそがマーケティングだというふうに思っています。変化の時代にマーケティング力を皆さんに発揮いただけるように、当社としても全力でバックアップしていきたいと考えています。私たちは中小企業や小規模事業者の皆さんのマーケティングや人材育成のお手伝いをすることを仕事にしていますけれども、そういった中小企業や小規模事業者の皆さんはこのコロナ禍によってとても大きく影響を受けられている方が多くいらっしゃいます。ただそんな中でもこのコロナ禍をなんとか乗り切って事業を伸ばしていきたい、ビジネスを伸ばしていきたい、こういう意欲的な方々もたくさんいらっしゃいますので、そういった方々に対して私たちが情報やサービスをお届けすることによってビジネスを伸ばすと、こういうようなお手伝いをさせていただく、これが今のコロナ禍における私たちの最大のミッションだと思っていますので、全員みんなで一丸となって、お客様に情報をお届けするサービスを提供すると、こういうことに取り組んでいます。